ダービーらしい熱いゲームになりましたね。今日のゲーム振り返ってお願いいたします。そうですね、まあ、ホームだったんで、勝ち点3取りたかったですけど、まあ、そこはちょっと残念です、はい、今日はでも左サイドで高い位置をかなり取ってましたね。まあそうですけど、まあ、なかなかプレーの精度というところではちょっと残念な部分が多かったなと思います。チームとして見えた課題、改めてどういうところでしょうか。そうですね、まあ、点を取らないと勝てないので、まあ、ゴール前で少し冷静になって、ゴールを狙うとか、あとは、まあ、苦しい時間帯はみんなで一丸となってコミュニケーション取りながら守る、そういったところはできてきているので、あとはいかに点を取って勝つかというところだと思います。残り試合も少なくなってきました。今後に向けて意気込みを改めてお願いいたします。そうですね、まだまだ厳しい戦い続けますけど、残り9戦、熊本の誇りっていうものを持ちながら、サポーターの方にも1試合でも多く喜びを分かち合えるように、もうあと2ヶ月ぐらいしかないんで、全力尽くしてやるだけです、はい、次も期待します。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。